どうも、Alo78です。今回の動画は、エンドリケリーの魅力をね、伝えたい。語らせてください。エンドリケリー、めっちゃかっこいいですよ。大型魚アクアリウム、Alo78チャンネル。はい。大型魚、アクアリウム YouTuber、Alo78です。チャンネル登録、よろしくお願いします。普段ね、大型魚系の熱帯魚ショップさんに訪問したり、またね、我が家でもメインタンクのお魚だったり、お迎えしたね、お魚、また飼育方法なんか YouTube にアップしてますので、ぜひ、登録、よろしくお願いします。はい。というわけで、今回はですね、最近、Alo78、の中で熱きブームが来ているポリプテです。最近ね、ビキールばっかり紹介していたんですけども、やっぱりね、エンドリケリーがね、ポリプテレスの元祖というか、一般的に広く一番知られているというか、そんなイメージですね。自分もポリプテレスに興味を持って一番初めて知ったポリプの種類がエンドリケリーでした。皆さんはどういう印象ありますか、エンドリケリー。自分はやっぱポリプと言ったらエンドリかなっていう気はしてますね。もう完全ななんかもう表というか、そういう感じのメジャーな種類だと思ったんですね。はい。で、今映ってるのがですね、こちらエンドリケリー約60センチですね。こちらのポイントなんですけども、非常にバンドが太い。そしてバンド以外にもなんかね、墨が結構入っているという、結構黒々しい感じの個体になります。ちなみにこちらなんと飼育も13年経ちます。こちらのね、詳細なんですけれども、エンドリケリーの中でも産地が結構ありまして、こちらガーナ産となります。こちらですね、はい、こちらがですね、エンドリケリージャパンさんというね、サイトなんですけども、ここにね、すごいかっこいいね、エンドリケリーが載っているんですよ。はい。の中でね、はい、こちらガーナ産ですね。2004年、ドイツ経由でガーナ産としてね、入荷された個体なんですけれども、こちらですね、こちらのエンドリケリーが我が家に来たエンドリケリーですね。バンド見てください。照らし合わせてください。目測2、30センチくらいに、勝手な想像ですけど、見えるんですけども、それがね、成長して、うちにやってきました。やってきたのはもう、我が家に来たのがもう、我が家にやってきたのは2011年の8月ですね。もう13年も経過しています。約13年も。これね、当時あまりの太さとバンドの太さからね、ブリードなんじゃないかって見られたんですけども、ガーナエンドリなんです。はい。こちらですね、エンドリケリージャパンさんに載っているこちらのガーナエンドリケリー、バンド見てください。すごい綺麗ですよね。で、おそらく小さく見えますね。こちらの成長した姿が我が家でね、泳いでいます。非常に貴重な個体だと思ってます。2004年のね、初入荷個体ですからね。で、エンドリケリージャパンさんのね、このリンク、概要欄に貼ってあります。以前 Yahoo ブログをやってる時に、エンドリケリージャパンさんの運営者の方に DM でこちらの画像をね、使わせてくださいって連絡したところ、リンクフリーなので大丈夫ですよって当時ね、言われたので、ちょっと今ね、使わせてもらっています。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。というわけでね、改めまして我が家のエンドリケリー、こちら2004年、ガーナとしては当時初輸入だったと思います。2004年ドイツ経由で輸入されたボルタ川、ちょっと詳しくは産地わかんないですけど、勝手にホワイトボルタなんじゃないかなとか思ってるんですけど、わかりません。いや、非常にかっこいいバンドですね。ガーナエンドリではね、本当にバンドがね、非常にかっこいいんですよ。この個体はもうね、買い込まれてるんで、まろやかな顔はしていますが、バンドがね、やっぱ素晴らしい。ちなみに2号もいます。ガーナ。これは10年くらい前に、ね、結構小さいガーナエンドリたくさん入ってきたんですけど、その時購入した個体です。これが今ね、50センチ弱くらいかな。で、そしてこれがメインのガーナエンドリです。はい。エンドリケリーね、うちでは2匹飼育しております。エンドリケリー、いいですよね。そして、こちらの映像なんですけども、愛知県春日井市ワイルドモンさんで撮影した映像になります。ガーナホワイトボルタのエンドリケリーです。なんとこちら60アップですね。主に手前に映ってる個体とか60アップですね。映像ではね、このでかさなかなか伝わらないんですけど、60アップ多数映ってます。まあ手前にいる個体たち大体60アップだったと思います。で、この個体なんかね、体色もちょっと違ったりして、まあ柄もやっぱすごいいいですね。非常にかっこよかったです。で、今回、このワイルドモンスターに入ったね、ガーナエンドリー、まあ、ホワイトボルタですね。まあ、サイズも65が一番でかくて、62、3の個体とかも結構いたんですけども、本当にね、顔がめちゃめちゃかっこよかった。これなんてすごい良くないですか？この目が奥にある感じの雰囲気。結構ね、こんな感じの個体が、ちらほらいた印象ですね。いや、すごいかっこいい。めちゃめちゃかっこいいですね。そしてこのバンド見てください。今ね飛んでった個体のバンドめっちゃかっこいいですよ。はい、というわけでね、もうエンドリーケリーやっぱかっこいいですよ。でガーナエンドリーまたね、この不思議な感じがねすごい魅力的なんで、今回の動画ガーナ特集ということで、我が家のガーナエンドリーだけでなくマニアさんがね購入したエンドリーケリー見させてもらいます。いやーかっこいいなと思ってね、この個体めちゃめちゃ撮影したんですけれども、多分この個体ですよね。まあ早速売れたと。早速売れてどうですか？嬉しいですよ。嬉しい。まあやっぱねかっこよかったんですよ本当に。まあ、やっぱりいい個体はねすぐに抜かれてしまいます。田中君どうですかこの個体は？いや非常に素晴らしい個体だと思います、欲しいなと思った個体見事目の前で梱包されていきましたが、 X アカウントりょうさんがね購入されました。なので X の SNS で見ることができます。いやー顔超えぐいですね。りょうさんより動画もいただきましたのでぜひご覧ください。こちらりょうさんの水槽ですね。いやーすごい顔してますね。こちらがね少し落ち着いた状態です。めちゃめちゃかっこいいですね。ガトニオが横切りました。いや本当にかっこいいです。そしてこの個体もめっちゃかっこよくないですか？はい、こちらですねインスタグラムはクジラさんがね購入されました。いやガーナエンドリという感じのまさにとても素晴らしいバンド。後方のバンドの雰囲気超良くないですか？めっちゃかっこいいと思います。これぞガーナっていうバンドだと思いますね。手前を泳ぐトルカナベケールも素晴らしい。砂利もいい感じですね。なんかね優しい感じの砂利です、雰囲気が。はい、ガーナエンドリー、そして奥にはウィクシーもいますね。いや素晴らしいバンド、太バンドですね。またなんだろう、前方の方ももっと濃い色というか出てくるんじゃないかなとか思ってるんですけれども、まあ本当にね、まあ、エンドリケリーといってもいろんな種類、いろんな産地ですね、産地がありますけれども、まあ今回ね、まあ、ガーナエンドリケリー、まあ、エンドリケリー特集ガーナ編ということになりましたが、いかがでしょうか？もう非常にかっこいいですね。でかいサイズがああやってまとまって入ってくるってなかなかなかったことなので、ガーナのエンドリーケリーがまあほんと欲しくなりましたね。まあミドルサイズではねスモールサイズも入荷されてましたね。そしてちなみにクジラさんはガーナエンドリー2号もお迎えされてました。こちらは58センチの個体ですね。まあ58センチでもやっぱエンドリーケリーといえば大きいですよ。いやー欲しくなっちゃうんですよね、次から次へとポリプって。はい、というわけでこちらねガーナエンドリーホワイトボルタワイルドモンさんで撮影してきたんですけども、まあ60アップは全て売れてしまったそうですが、まだね50アップ40クラスとたくさんいますので、ぜひねチェックしてみてください。この動画案件とか PR とかじゃなくて、Alo78が個人的に本当にガーナエンドリーケリーいいなということで、ガーナ編ね作った形になります。まあ今の時代本当にポリプテレスいろんなショップさんが頑張ってね、昔より比較的お安くかっこいい個体がたくさん買える、でかい個体も買える時代となっていますのでね、いや本当大型魚好きな方ぜひエンドリーケリー始めてみましょう。ポリプ沼一緒にハマりましょう。あとは耳寄り情報なんですけども、ワイルドモンさんでゴールデンウィークセールでガーナエンドリのね小さいサイズすごいちょっとびっくりするくらいお安い値段でセールとかされてましたので、ぜひねそういうのもチェックしてみてください。アカウントまたね貼っておきますので、まあ、いい個体お得にゲットできたらいいんじゃないでしょうか。というわけでご視聴いただきありがとうございました。いつかまたね、今回ガーナ編でしたけどギニア編とかナイジェリア編とかの動画も作りたいと思います。よかったらね自慢の個体の動画データAlo78に送ってください。また次回の動画で会いましょう。Alo78でした。